心安らいで生きるために、曹洞宗今日の心私の心。今日は岡山県長安寺副住職久保泰道さんの時にはシンプルにというお話です。息子が歩けるようになって間もなくのことです。ある日曜日、よちよち歩けるようになったばかりの息子を近くの小学校に連れて行きました。生まれて初めて見た広い運動場。息子は目を輝かせながら、右に左に左に右に、自由に縦横無尽に運動場を歩き回りました。しばらくして少し疲れたのでしょうか、歩くのをやめたかと思うと地面に座り込み、さらには地面に寝そべり、そのままそばにあった木の枝で地面をキャンバスにして絵を描き始めました。それを見て私は、息子は白い服を着ていたので、その服が泥で汚れてしまったら汚れが落ちにくいので困るなぁと思いました。そして服が汚れるよと息子に言おうとした瞬間、ふとこんな思いが頭の中をよぎりました。私はいつから服が汚れることを嫌うようになったのだろうかと。私自身は小学校高学年くらいまでは服が汚れることなど気にもせず、泥だらけになって遊んでいました。というより、むしろ泥だらけになることを楽しんでいたと思います。しかし気づけば、そんなところで寝そべったら服が汚れるから、ああしたらこうなるから、こうしたらああなるからと、今のことより先のことばかり考える自分がいました。小学校の校庭で息子が地面に寝そべり楽しそうに絵を描いているのを見たとき、服が汚れるからと言わず、そのまま見守りました。先のことや効率ばかり考えている自分が、ものすごくつまらなく思えたのです。息子の楽しそうな姿を見ていると、昔はもっと自由だったなぁ。いろんなことがシンプルに楽しめていたと思いました。大人になるにつれて忘れてしまっていた自由や心の豊かさを、この時息子から教えてもらっているような気がしました。私が服についた泥を汚れと捉えたのに対し、息子は服についた泥を気にすることなく、自然とともに今この瞬間をありのままに生きているように感じました。あまり先のことばかり考えすぎず、時にはシンプルに、その時その場を楽しんでみるのもいいのではないでしょうか。岡山県長安寺副住職久保泰道さんの時にはシンプルにというお話でした。続いてお知らせです。この番組のご意見ご感想を、郵便番号 683-0802 鳥取県米子市東福原 1-1-22-402 曹洞宗中国管区教化センターまでお便りをお寄せください。もしくは概要欄にありますメールアドレスまでお寄せください。お寄せいただいた方には、この番組の冊子、今日の心、私の心、法話集を差し上げます。次回は、鳥取県雲光寺住職、瀬田啓道さんの、命というお話です。この番組は、曹洞宗中国管区教化センターがお送りしました。